衆議院選挙がきょう公示され、12日間の選挙戦がスタート、県内では5つの小選挙区から、合わせて15人が立候補しましまた裏金問題などをめぐり、論戦が予想される今回の選挙戦、それぞれ三つどもえの戦いとなった、新潟2区と新潟4区の第一声です午前8時半に立候補の受付が始まりました。 12日間の政治決戦が始まります今朝、各陣営の関係者が県庁を訪れ県内5つの選挙区に15人が立候補を届け出ました新潟県は6つあった小選挙区が5つに減少新たな区割りでどこまで浸透できるかも問われる選挙戦です 県豪地域と新潟市西区、西間区が選挙区となる新潟2区です。立候補したのは、立憲民主党の前の議員、菊田真紀子さん、無所属の前の議員、細田健一さん、日本維新の会の新人、井上元幸さんの3人です。私たちは政治改革を断行いたします。何千万円も。 領収書なくして使えるようなお金をなくしてまいります裏金を作りキックバックを繰り返していた立法府に身を置く者がルールを守らなくてどうするんでしょうか衆院議員として7期21年の経験を持つ菊田さん政治と金の問題を追求しつつ 世襲議員の制限や、農家への個別所得補償制度の復活などを訴えます。今こそ政治と金の問題を根本から変えていく深く深く反省をし、二度とこのようなことが起きないように、していいきたいと課題を安心して託していただいて、新潟を、日本を前に進めるのは、 自公の連立政権なのかあるいは野党の皆さんなのかそのことが問われていると私は考えています細田さんは政治資金収支報告書への不記載についての謝罪から演説を始めました能登半島自身からの復興や農業や産業の振興などを連立与党として進めたいとします まあ大変厳しい戦いだと思いますので、お一人お一人の有権者の方に訴えが届くように頑張っていきたいと思います、はい、社会保険料をまず下げましょう、社会保険料を下げるとどうなるか、手取り増えますよ、賃金上げなくても皆さんの給料から引かれている分が下がるので、シンプルに手取りが上がります、事業主側からすれば、事業主負担というものもありますから、これ、社会保険料下がれば、事業主負担も下がります、そしてさらなる賃上げのモチベーションにつながっていくんです。 新人の井上さん、社会保険料を減らし賃上げにつながる政策を強く訴えます古い政治を打ち破るをテーマに政治家への信頼を取り戻したいとしました少子化対策あのあるいは高齢化社会に対して何ができるのかこのあたりはしっかりと訴えたいなと思ってます、はい、今回の衆議院選挙 政治と金の問題を大きな争点としつつ物価高対策も焦点となります長岡市や柏崎市が選挙区となる新潟4区です立候補したのは無所属の前の議員泉田博彦さん自民党の前の議員和尚栄一郎さん立憲民主党の前の議員米山隆一さんの3人です 全国的な課題題でですすけけれどもも物価高っていう問題も抱えてるわけですこういったものをです、ね、是正をしていくとえ、皆さん方の暮らし、今日より明日が良くなる、えそしてまたあの、給料を上げることができる国力、まだ日本にあるんです泉田さんは、物価高への対策や、地方と大都市との格差是正を訴えます。 自身が、裏金の要求を受けたと主張し、金の影響で変わる政治でいいのかと問いかけました,ました税収も2年続けて上振れと、この格差の是正っていうのをです、ね、本当は日本をやる力があると、それをあの夢を夢、ね、託ししてほしい,っていう生活をよくするというのは、本当に現場に入って皆さんの悩みと一緒になってそれを取り組んで、そして仲間を作って。 その仲間の力でもって少しずつ形にするのが政治ではないでしょうか皆さん必ず何度でもチャレンジをしてそしてこの政治改革を成し遂げたい政治と金の問題について潔白を表明する和志さん政治不信を払拭するため使い道がわからない政策活動費の撤廃と政治改革の断行を誓いました まずは政治改革、しっかりと断行しなければいけないと、私だからこそできるということをしっかりと訴えさせていただく物価高を止めることですよ、アベノミクスの失敗を認めて、物価高を止める、そして景気はね、経済成長は教育、研究開発、産業育成、そういう真っ当な方法で実現するんです、自民党のね、言ってることは本当じゃなかったんです、もうわれわれは目を覚ますべきです。 これまでの自民党の政策を厳しく批判した米山さん、医師不足などが招く医療格差の解消と、非正規雇用をなくすための雇用制度改革も強調しましまた保守層とかリベラル層っていう区別ではなくて、まあ、全員に訴えるのが選挙だと思いますので、の皆さんに支持いただけるように頑張っていきたいと思いますそれぞれ三つどもえの戦いとなった新潟・日区と。 新潟4区、政治と金の問題などをめぐり激しい論戦が予想されます。